タレントは、ドイツアーヘンのタルボット車両工場車が開発した中、近距離向けの機動車、電車である。タレントとは、トールバッドライスターナバーギアーズトライブワガンを短縮したものである。ボンバルディアトランスポーテーションが開発して2008年から生産する中近距離向けの電車、タレントにはこの車両の後継モデルである。連接式で、 一編成あたり二から四両で蘇生される。編成両端の台車のみ同軸である。各地域の輸送実情に応じるため、その仕様は多岐にわたっている。例えば、床形状は高床車と部分提唱車がある。機動車の変速方式は、機械式、液体式、電気式がそれぞれ存在する。その他振り子式が用意されている。 複数の編成を増結することで輸送像にも対応できる。車体はアレクサンダー・ノイマイスターがデザインした。先頭車は流線経営である。各車片側1から2カ所の客用扉を備える。車内は固定式、クロスシートのものが多い。高い床車の場合、床は完全にフラットになる。一方、部分軽照車の場合、両端の動力台車部分により、 前側と連接部の床の高さが若干高くなるが、車両間の移動には差し支えない。1994年に試作車が製造され、1996年から運行を開始した。その後、ドイツ、オーストリア、ノルウェー等各地で採用されている。ありがとうございます。